ポケモンのゲームでなんですけど、こう人が育てたポケモンにボールを投げると怒られるんですよ。人のものを取ったら泥棒って言われて、あ、そうだよなって、なんかこうゲームの中とはいえ、すごい人のものを取ったらダメだよなっていうのをなんか学んだ記憶がありますね。素晴らしいですね。サトシたちのように外を走り回ってましたし、昔は元気な子供でしたね。昔はそれはちょっと失礼ですけど、そうなんですよね、いつの間にかこうなっちゃいました。映画を見て私バタフリーが大好きになりました。その映画に出てくるバタフリーたちのあのなんか掛け合いがすごく可愛らしくて、ここら辺にいつもいてくれたら嬉しいなってすごい思いましたね。僕はイーブイっていうちっちゃいあのポケモンが好きなんですけど、茶色い、はい、でこう8種類あのいろんなタイプに進化できるっていう、なんかこうすごいこう可能性を秘めたポケモンですごい大好きなんですけど、アニメのポケモン、映画のポケモン見るとどうしてもやっぱピカチュウが一番好きになりますよね。あお、さっきからなんかちょっと失礼ですよ。大丈夫ですか？めっちゃ面白い。20年前見た、一緒に見た母とまずは最初に行って、でもどうしてもちょっとまだ慣れてなくて恥ずかしいので、一番最初は一人で行ってみようかなって、どんな感じかなみたいな。じゃあ私もお母さんと見に行きましょうかね。いやでもすごい親孝行じゃないですか。だってこうちっちゃい頃に一緒にポケモン見てたわけだから、今度は僕がチケット買ってあげて一緒に行くっていうのはすごい親孝行かなと思うので、ここに宣言します。お、母と行きます。あ、素敵なお話にまとまりましたね。佐藤さんのおかげで。